んにちは、ルナです。今日は私なりの韓国メイクを紹介したいと思います。ではスタート。はい、では早速メイクをしていきます。今日私は朝日焼け止めを塗ったんですけど、ちょっと韓国メイクなのでツヤっぽい質感で仕上げたいので、下地はツヤのある下地とかを塗った方がいいと思います。今日は私は日焼け止めを塗っています。はい、ではメイクしていこうと思います。今日のファンデーションは私の大好きなこのジョン・センムルのクッションファンデです。これはね、私はフェアライトっていうカラーを使ってます。結構明るめのカラーです。このクッションファンデは程よいツヤ感も出してくれて、カバー力もしっかりあるので、私はすごいお気に入りで、もうこれね4つ目とか5つ目ぐらいですね。もうずっとリフィルも買いだめしてます。塗っていきます。韓国メイクは私は結構肌を白目に仕上げることが多いです。ムラがないようにしっかりと塗っていきます。はい、こんな感じでクッションファンデは終わりです。で、コンシーラーを塗っていきたいと思います。このコンシーラーがユイラのクリーミーコンシーラーです。これはリキッドタイプのコンシーラーで、結構明るめですね。こういう感じで明るめのコンシーラーです。をクマのところと気になる隠したい部分に塗っていきます。こんな感じですね。ピンク味のある明るいコンシーラーなので、明るいクッションファンデとか明るいファンデーションに合わせやすいと思います。クッションファンデで伸ばしていきます。はい、寝不足じゃないのにクマがねあるので、しっかりと隠します。このね、ジョン・センムルのクッションファンデはドバッとつきすぎないので、なんだろう、厚塗り感もなく、そう、素肌感のある肌に仕上げられるので、私はすごいお気に入りです。これで肌は完成。はい、で次は眉毛をやっていきます。眉毛はちょっと自然に太眉にしたいので、この私がいつも使っているケイトのデザイニングアイブロウ 3D の EX5 番を使いたいと思います。このね、一番薄い色を取って眉頭からさっさっと、もうなぞる感覚で、なぞる感覚でこうやります。で、このまた薄いところで、ここのね鼻筋の影もちょっと下までやりすぎると抜け感がなくなってしまうので、ここのね目の間の部分だけ影を作って、ちょっとやりすぎない程度に影を入れていきます。で、眉毛は眉尻を少し整えてあげます。最近の韓国メイクって割といろいろすべてやりすぎるじゃなくて、抜け感とかも大事だと思うので、ナチュラルだけどって感じのメイクにします。ナチュラルに仕上げるとか、ナチュラルに仕上げて抜け感のあるメイクが韓国の今のなんか、なんて言うんだろう、トレンドっていうか主流だと思います。はい、眉毛は今日はこんな感じで完成です。今日はね、パウダーだけにしています。で、先にチークをやりたいと思います。チークはサンローランのブラシクチュール7番、私のお気に入りのチークなんですけど、こういう色味のチークです。これを広い範囲に
チークはふわっと乗せる感じでいいです。広範囲に塗るのがポイントです。はい、こんな感じ。うん。そしてアイシャドウをやっていきたいと思います。アイシャドウはもう最近ずっとお気に入りで使ってるこのじゃーん、クリオのアイシャドウです。これも私大好きで最近はこればっかり使ってるんですけど、韓国メイクってやっぱり目元のキラキラが大事だと思うんですよ。なので私はもともとラメ好きっていうのもあるんですけど、今日は目元をキラキラにしていきたいと思います。で、最初に塗るのがこのここの色のキラキラを塗っていきたいと思います。これはねオレンジ系のシャドウです。もう超綺麗なので塗ります。これはアイホール全体に塗ります。めちゃくちゃ綺麗じゃない？ラメ超綺麗。こんな感じで今日のアイシャドウはこの一色でキランとするだけにします。で、涙袋はしっかりキラキラを入れていこうと思うので、涙袋はね今日は眉毛にも使ったこのケイトのデザイニングアイブロウを使って涙袋の影をちょっと描いていきます。細い方で真ん中と下の中間ぐらいのところを取って影を描いていきます。これはもう薄くで大丈夫です。ぼかしながらね。で、涙袋は後ろまで描かずに黒目ぐらいまでのラインを描くといいです。涙袋が私みたいにあまりない人はこうやって涙袋の影を入れて、ラメとかを置いた方が綺麗に涙袋を演出できるのでいいと思います。このさっき紹介したこのクリオのアイシャドウは涙袋にのせるとめっちゃくちゃ可愛いんですよ。なのでね、ちょっと今日はそれをみんなに見せたいなと思って、さっきアイホールに塗ったこのアイシャドウと横の大粒ラメのアイシャドウを重ねるんですけど、まずこっちのアイホールに塗ったキラキラのアイシャドウを薄めに塗っていきたいと思います。この涙袋がもう影のね、つけた内側を、で、この時にここら辺まで塗りすぎないように、手前だけ塗るとすごい涙袋がある感じにできるので、手前の方を濃いめに塗って後ろはもうほとんど塗らない感じがいいと思います。これだけでねもう全然違う印象になると思います。目元がキランって、で、涙袋をキラってするだけでなんか目にしっかり色を入れなくてもキラって目がなるからすごい盛れるんですよね。そうで、韓国メイクはやっぱり目元のキラキラ大事だから、涙袋は今日は結構キラってさせます。で、私はこの目頭のところもキラッとさせたいので目頭にもラメを置きます。ここね、こんな感じで、大粒のこのラメこれも上に重ねます。すごいよねこれ、なんて言うんだろうね、グリッター、めちゃくちゃ綺麗な可愛い大粒のラメ、お、ちょんちょんちょんって叩くように、ほらキランってしてるの分かります？こっちも同様に叩いてのせます。こんな感じです。目元めちゃくちゃ可愛くないですか、このアイシャドウ。このね、大粒の
ラメが気に入ってます。でその細かいラメもすごい綺麗に目を見せてくれるので、こういう風に抜け感のある韓国メイクをするときすごいこれはおすすめです。はい、でまつげを上げていきます。最近の韓国メイクはさっきも言ったと思うんだけど、抜け感が大事なので、まつげはグリーンって上げすぎずにナチュラルめに仕上げたいと思います。でナチュラルめにまつげを仕上げるときは私はこれを使うんですけど、ミシャの 4D マスカラ、めちゃくちゃこれがおすすめで、なんかもう本当にすっぴんメイクとか学校メイクとかもうナチュラルに仕上げたいときはこの 4D マスカラすごいおすすめです。この先まですごい細くて長くてつけやすいので塗っていきます。今日のメイクのポイントは、肌はツヤっぽくして目元はキラキラにっていう感じですね。でリップは、まあ、韓国メイクなので発色のいいものを使ってって感じ。めちゃくちゃナチュラルじゃないですか、この 4D マスカラ。 4D マスカラってだけあるなって感じ。一本一本細く長く見せてくれるので激しい感じにもならないし、そう、すごいおすすめです。下まつげもちょっとだけ取っておきたいと思います。こっちが 4D マスカラしてる方、これね本当にナチュラル好きな人におすすめしたい。はい、でこっちのまつげもコスメとかもね、日本のコスメが韓国コスメっぽい感じのものとかも多いので、はい、こんな感じで、アイライナーは目尻だけライナーで線を描きたいので、このコフレドールのアイライナー、コフレドールフレーミングリキッドアイライナーを使います。パッケージがすごい可愛い。もうねこれは本当に目尻にだけスッと引く感じです。こういう風にして目の延長線上にほくろもなぞります。こうやって目の延長線上、目の幅を広くするって感じかな。はい、じゃん、アイライナーは終了で、最後にリップをしていきたいと思います。リップはロゴが入ってる、ユイラって入ってるんですけど、ユイラのクリーミーマットリップです。これね名前の通りマットなんですけど、この上にグロスを塗るのでツヤっぽい感じに仕上げます。色がねめちゃくちゃ可愛いんですよ。こんな感じの色味です。かわいい。もう真っ赤すぎないでオレンジ系なんですけど、おしゃれな色味ですよね。塗りたいと思います。内側に塗ってちょっとんってして指でぼかしていきます。マットでもすごい可愛いんですけど、今日私はちょっとツヤっぽいリップにしたいので、この上にグロスを塗ります。可愛い。で今日はちょっとツヤっぽくするのでグロスを塗りたいと思います。グロスは最近私がお気に入りのこのドゥラメールのザ・リップボリューマイザーリップ用美容液なんですけど、これはもうね唇に塗るとプルンってなるのですごいお気に入りで、色がついてないのでちょっと手の甲に取ってから指で塗りたいと思います。本当にねプルプルにスースーする感じのグロスです。はい、完成。どうでしょうか。なんか最近の私の思う
韓国メイクはこんな感じです。今日のメイクのポイントとしては、韓国メイクはもうツヤ肌じゃないですか。なのでツヤ感のある肌質に仕上げるっていうことと、あと目元のキラキラだったりとか、あと程よい抜け感も大事だなって思ってて、そうだから今回のねポイントはもうキラキラと程よい抜け感メイクで、唇はツヤっとっていう感じで、リップの色味もちょっとくすんだカラーとか、もうザ赤とかにしないで淡い系の色味を使ってみるといいと思います。はいなんか私流の韓国メイクなんですけど、こんな感じでした。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。